韓国鉄道線系電車。線系電車。線系電車は、韓国鉄道公社、旧鉄道庁の高直流量用通勤系電車。京府線、京仁市線、京原線及び相互乗り入れ先のソウルメトロ1号線で使用される。1974年8月15日の開業に合わせ、126両が日本から導入された。 車両番号は線形であるが、制御方式から抵抗車と呼ばれる広域電鉄最初の電車である。日本国鉄の301系によく似た車両であるが、こちらは高性車体で 6M4T、韓国国鉄、鉄道庁が交流電化、地下鉄が直流電化のため高直流電車となっている。主電動機は、 日本国鉄の MT55A をベースとした HS-1036CRB、端子電圧3 7 5ト、電流 360A、一時間定格出力1 2 0ット、定格回転数 1650rpm、連続定格出力1 0ワットが採用され、台車は日立製作所製の KH-90K であり、枕羽には、 オイルバネが採用されている。1974年に日本で製造した126両がソウル電動車事務所、現、給料車両事業所に配属され、6両編成で運転を開始した。色は、紺の車体に、窓部だけ、クリーム色の帯が引かれ、在来の普通列車、後のピドル技法と共通させていた地下鉄車両は、クリーム色の車体に、 窓部赤帯ソウル地下鉄車、現、ソウル交通公社交通公社同じ車両を60両導入して運転していた。この時登場したグループは、初期抵抗車、初抵抗の愛称を持つ。1976年に、大宇宙工業で、初の韓国製電車が3両製造されたことをはじめ、編成の増備及び1984年頃から、 心臓の付属者を含む既存編成の重量化が始まった。1986年製造の第42編成からはデザインを大幅に変更し、新生時より冷房装置及び運行記録装置を搭載したほか、補助電源装置も電動発電機から静止系インバータに変更されている。主提供機も日本製から韓国製、ウススム電製に変更されている。 この時登場したグループは中期抵抗者、中抵抗の愛称を持つ。初期41編成の補助電源装置も1986年までに SIV に換装され、1988年から1990年にかけて冷房改造、冷房装置は大肝臓先行車、現、関心重工業製が実施された。1989年には、 初期の41編成に申請した中間車4両が組み込まれ、重量編成化が続けていた。第64編成からは、客用ドアの窓が小型化されている。1994年製造の第74編成から、最終の第80編成は2000系と、共通したデザインに再度変更、塗装も白地に、木と緑の帯となり、 在来車両の色も順次変更した。重量固定編成のほか、中期形を重量編成化するための中間車も合わせて製造された。この時登場したグループは、後期抵抗車、新抵抗の相性を持つ。1996年に76両を製造して、増備を終了し、翌年からは5000系に引き継がれた。輸入を含め、重量編成70本。 6両編成10本、その対予備車を中心に車両30両の計790両が配備された。また1995年8月には軽減戦に城北電動車事務所が設置され、一部がこちらに配備された。1999年には初期126両が廃車され、法定対応年数に達した車両は順次廃車されることとなり、2004年には 初期車が全廃された。一方で経年の浅い車両同士で、組み替えが行われ、新旧車両が根結されていることもあるほか、一部は、改造及び塗装変更の上で5000系に、編入された。1985年及び1986年に、製造され、初期車に連結された中間車を、先頭車化改造した編成もあった2006年までに、全廃されている。 2010年5月1日には9路を、電動車事務所内で 1X58 編成と5000、計 5X75 編成が、衝突事故を起こし、1158が大破したため、事故廃車となり、中期形としては、初の廃車が発生した。一方、1158と衝突した 5X75 編成は、旧車状態となっていたが修理され、現在は31万1000系。 第74編成として復旧している。その他の中期型編成も2012年から廃車が開始され、2017年2073回を最後に営業運転から撤退した。後期車は2019年から廃車が開始される予定である。2000年からは第42編成以降を対象にティスト急行運転用のご通過防止装置が設置された。 2004年からは SIV を、薄すすむ3年製のイベット SIV に、空気圧縮機を低騒音、低振動のものに換装する工事が実施されている。韓国鉄道庁の降車化に伴って、白の車体に、先頭車正面とドア部のミコンと赤のアクセントが入る、塗装に順次変更されている。廃車となった初期車のうち、トップナンバー100、1001、 初の韓国産編成の先頭車1115中間車1301各一両が鉄道博物館に保存されている1001号車は登場時の塗装に復元2013年9月5日には中期車の1047が韓国純鉄道記念物に指定され1247、1347 12 13及び1147と 共に給料車両事業所にて保存されている。また、この他にも韓国各地に保存車が存在する。長い導入時期と編成量数の変更などの車両運用により、車両番号の10単位、1単位デラのある編成番号が一致しない混合編成も存在した。また、車両検査などのため付属車2両を抜いて、電動車ユニットの入った 8M2T 編成で運行したこともある。 普段は 1X42 編成のように呼ばれているが、これは鉄道ファンだけの表現であり、韓国鉄道公社などの内部からは、大抵1042から1142編成のように呼ばれている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。